地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。だが真の危機が訪れようとしていた。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に、教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。待ちなさい。そんなことではアテナをお守りすることはできません。アーライトエクスティンクション。おいセイヤ、一気に葬ってくれるぞ。ゴールドセイントの力を思い知ったか。私の幻覚からは逃れられない。僕のネビュラチェーンどうしてしまったんだ。終わりだ。視界へ落ちろ、シリュウ。そうやすやすと冥界波を食らうものか。今こそこのシリュウのコスモを燃やす時なのだ。まだ目が覚めないのか、アイオリア。実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた。この愚かさを思い知るがいい。迷わずあの世に行ったまえ。地獄の炎はすでに君を捕らえている。シャカ、お前こそフェニックスの炎で灰にしてくれる。まだまだ若いもんには負けん。シリュウよ、修行が足らんの。受けろ真紅の衝撃。正々堂々と戦って死ねて本望だぞ。ガーレットに祈る。若きセイントよ、全力で来い。貫けサジタリアスの矢よ。エクスカリバー、その切れ味を味わわせてやろう。言ったはずだ、俺は一人では死なんと。死にたくなければこれ以上進むな。あなたはこの俺に怒りも憎しみも捨てろというのか。オーロラエクスキューション。これ以上死の恐怖を味わわずに済む者はなぜ立ち上がる。兄さんにも約束したんだ、最後まで男らしく戦うと。なんという男だ。死にきれずもがいている様は哀れだな。この私が直に地上の支配者となるのだ。もう一度俺に力をくれ、コスモよ。あくまで神に逆らうか、愚かな者どもめ。見ろ、暗黒に包まれた地上の姿を。俺は諦めない。諦めるものか。